えないでしょ。なんでどうしました。どうした。キックアスに選ばれたんですけど。I'm Kickass。キックアス。いやいや、キックアスじゃなくて、なんでここで2人でコンビで同じのやっちゃってんだよお前。キックアスが好きだからです。いやいや、いやこれは本当困るんですよ。ね、いろんなキャラクターがね今回特に登場するんですよ。はい、すごい。で最終的に、はい、フォトセッションの時間があり、はい、さあここでも結成だみたいなって言ってそれぞれいろんなヒーローが揃いましたでやんなきゃいけない。にもかかわらず被っちゃうって、はい、まあヒーローが被るってもう前代未聞なんです。はい、こうなったら仕方がありません。映画キックアスに欠かせないあのヒロインをお呼びしたいと思います。ヒットガールどうぞ。さあ出ました、はい、マスクを。あんまわからないですよねこれ。これどれぐらい何時間ぐらいかかったんですか。これだいたい2時間ぐらいですね。だいたいそれぐらい2時間ぐらいかかると。又吉さんどうですか今見てみて。いやめちゃくちゃ近づいてますよ。近づいてますか。そうですか、はい、雰囲気で一応前に又吉さん前行っちゃいます。前にちょっと、はい、さあそんな中ここでね同じヒーローは2人存在してはいけないということで、はいはい、ここで決着をつけていただきたいと思います。はい、私がキックアスになったらとにかく女性を犯罪から守ります。さらに特に45歳以上の女性にしましょう。私がキックアスになったら頻繁に窓を開け積極的に空気の入れ替えをします。何を言ってんだお前。どういう規模の話してるんですか。確かに健康面からね、ええ、日常から犯罪が起こらなくても、うん、市民を守る。はい、真のキックアスはどちらか発表してください。又吉キックアスです。早いです。拍手。早い。ありがとうございます。あこれでいいですか。はい、これはい、引いてカースさん。えこの世界カースさんしかいないんですか。そんなことないし一回いるでしょ。誰もね俺とカースさんのこのやり取り望んでないんですよ。まあ、一回ずっとやってますけど結構見てきましたよね。もう2年間やってるからちょっといらないんですよ世間の方このやり取り。そうなんですかね。ちょっと今日もそれで進めていきたいんですけど。いいです僕はもうサラチンさん聞いてください。もしね先ほどもありましたけど、はいはい、もしキックアスになったらっていう公約を、うんはい、もう一度ここでね伺いたいと思いますので、はい、綾部さんの方が僕はだからとにかく、まあ、全てのね、女性を犯罪から守るということです。本当になんか強そうですね。いやそうですね。やっぱヒーローですから、やっぱりそこはね、ジャスティスということで、まあ、正義ということで言うとやっぱ女性をまずは守らなきゃなって男の使命として。でさっき年齢制限が出てきましたね。年齢制限は別にないですよ実際は。45歳言ってました。45歳以上っていうね。それはまあ別にそんなことはないです。ちゃんと子供からね大人まで、幅広く女性のね皆さん。なんか今回はこれですね、限定しないでなんかみんなから愛されようとしてません。そんなことないですよ別に。ヒーローの子役ですからやっぱりそこはね女性をとにかくやっぱ大事にしてる方なんで、そこを守っていくと。ヒーローですよ。例えばですもっと具体的にどんな形、はい、どんな時にどんな形で守るんですかって。どんな感じ、なんかややこしかったですけど、なんかいろんな何ですか。どんな時にどんな時に例えば、いやどんな時、例えばわかんないですけど、こうじゃあ駅からね、こう一人で夜道歩いていく、はい、女の子がいたら、はい、一緒にこう帰ってあげるとかね。例えば具体的に言ったら。でもし万が一こう一緒に夜道歩くって言ったじゃないですか、はいはい、嫌がられたらどうするんですか。いやだから嫌がられたら必要以上にそんなねついてがないですけど、うん、その俺がこの架空であげてるまず宣言出してなんでこんなみんな広げようって。ねえねえ俺が実際にやろうって言ったらこれこのねキックアスの中を通してじゃあって架空で出したもんに対してみんながリアルに広げてくるんですよ。でも本当にそばについてこられたら怖い感じします。いや怖いです ね, ですよね。通報したくなりますもん。だからそこはねちゃんと怖がらないようにやりますよ。私実はこういうキックアスと申しまして今このあたり ね近辺を女性が一人で帰るの危ないんでやってます。もしよかったら距離を取って同伴しますっていう同伴っていう風な形に。そう説明されたらどうですか。だってお家までじゃあ一緒に行くってことですよね最終的には。そうですお家までですね。お家知られたくないもん。いやだからだからね。いやあくまでもなんて言うんだろうな。もう僕帰っていいですか。